まいと社会のゴミめぶっ壊してやろう。平和の象徴、その矜持をさ。お前らは気づきもしない、偽善と虚栄で覆われた歪な社会、ヒーローと呼ばれる者ども、俺が気づかせてやる。探しましたよ、ヒーロー殺しステイ。落ち着いてください、我々は同類、悪名高いあなたにぜひとも会いたかった。お時間少々よろしいでしょうか。我々ヴィラン連軍は雄英高校襲撃に失敗、再び動き出すべく準備を進めていました。オールマイト、やはり平和の象徴の名は伊達ではないようです。それに雄英高校の生徒たち、彼らもまた決して侮れるものではなかった。先の雄英高校襲撃に集めた半端者のヴィランではかなわない、より精鋭な戦力が必要です。先生の言う通り、死柄木弔の成長、そして戦力のため、各地でヒーローを襲うヴィラン、通称ヒーロー殺し、彼を死柄木弔のもとへ招いたのですが。なるほどな、お前たちが雄英襲撃犯、その一団に俺も加わると。ああ、頼むよ悪党の大先輩。とりあえずはオールマイトをぶっ殺したい、気に入らないものは全部壊したいな。興味を持った俺が浅はかだった。信念なき殺意に何の意義がある。お前は俺が最も嫌悪する人種だ、死ね。来てみろ偽物ども。平和の象徴ね。レディークラッシュ。いかんもんだな、いなせる、痩るか。終わりだ。じゃあな、甘くないな。それか、逃がせ貴様。そう遅い、するか、始末してやる。いなせるか、するか。だね。それが信念か。正さねばならない。わきまえろ。落胆させるな。雲を止まる。強すぎだろ。甘く正すための犠牲だ。たくめえ障りだ。いい覚悟だ。二度は効かん。強すぎだろ。離さねばならない。そぎ落とす。口ほどにもな、消えろ。貴様、それが信念か。チートか。ウィン。全ては正しき社会のために。何を成し遂げるにも信念、思いがいる。ないもの、弱いものが淘汰される、当然だ。だからこうなる。口数が多いな、信念。んな仰々しいもんないね。
強いて言えばそう、オールマイトだな。あんなゴミが祭り上げられてるこの社会をめちゃくちゃにぶっ潰したいなとは思ってるよ。それがお前か。今を壊す。この一点において俺たちは共通してる。視線を前にして人は本質を表す。異質だが重い。いびつな信念の目がお前には宿っている。お前がどう芽吹いていくのか、始末するのはそれを見届けてからでも遅くはないかもな。何やらヒーロー殺しは俺の話に納得がいったようだ。今のところはらしいが、黒霧が交渉成立とか戦力になるとか言ってるが、こんなイカレ野郎をパーティーメンバーにするなんて嫌だね。俺はなすべきことがどうとかでヒーロー殺しはホスに戻るらしい。気に入らない。そうだ、気に入らないものはぶっ壊していいんだったよな先生。